はい、こんにちは、レッドストーンです。今回なんですけども、区分所有法における集会、この集会の招集権者と手続きについて解説していきます。まず集会っていうのは区分所有者全員で構成される管理組合の意思決定機関、これが集会です。マンションについて何か決め事をしようといった場合、話し合いをして決めるんですけれども、その話し合いの場、これが集会に当たるんですね。まあ、イメージとしては国会をイメージしていただくと分かりやすいと思います。議員さんがいっぱいいて、何か決め事をする際投票しますよね、賛成か反対か。で、この集会も同じように区分所有者がある事柄について賛成反対票を入れて決め事をしていくと、まあ、いったイメージです。で、この集会を招集することができる人って誰なのか、つまり集めるわけですよね。集会にみんなを集めなければいけない。その集めることができる人って誰かというと、大きく分けて2人います。1人目が管理者、いわゆる管理組合の理事長と呼ばれる人ですね。あとは区分所有者及び議決権の5分の1以上を有する者、これも集会を招集することができるんですね。で、この部分についてはちょっと後で細かくちょっと解説していきます。まず管理者からいきます。管理者は毎年1回以上、つまり少なくとも毎年1回は招集しなければいけません。集会を招集しなければいけません。これが原則です。で、もし管理者がいない場合もあるわけですね。理事長がいないといった場合、この場合区分所有者及び議決権の5分の1以上を有する者は集会を招集することができます。で、この区分所有者及び議決権の5分の1以上っていうのは、区分所有者のまず5分の1以上、例えば区分所有者が10人いた、まあ少ないですけども10人いたというのであれば、その10人の中の5分の1以上だから2人以上ですね。2人以上のもの、かつ議決権の5分の1以上、この議決権っていうのは賛成票反対票を投じるこの票です。この票の数が5分の1以上で、この票の数っていうのは区分所有者によって異なってくるんです。ある人は2票持って、ある人は1票しか持ってないみたいな感じで異なってくるんですね。これっていうのは各区分所有者の占有部分の面積の割合によって変わってくるんですね。例えば占有面積が50平米の区分所有者が1票持っていたと仮定すると、その倍の面積100平米の占有部分を有する区分所有者は2票持つんですね。このように占有面積の大きさによって議決権っていうのは変わってくると、その割合によって変化してくるということです。で、この票の数についても5分の1以上有するものですね。だから区分所有者の数が5分の1以上で、かつ議決権も5分の1以上有するものであれば、そういった人たちが集まれば集会を招集することができますよっていう話です。で、また今言った区分所有者及び議決権の5分の1以上有するものは、この管理者に対して集会を招集するように請求することもできるんですね。管理者は毎年少なくとも1回は招集しなければならないわけだから、管理者は1回招集すればとりあえず OK なんですけれども、それ以外にも何か決め事をしたいってなった時に集会を招集したいですよね。そういった時にこの5分の1以上有する者がこの管理者に対して集会を招集してくださいっていうふうに請求することができるということです。で、この今言った5分の1っていうこの数字、決まった数字ですね。この決まった数字のことを定数って言います。定められた数字ですね。この定数5分の1っていうのは規約で減ずることができます。つまりこれよりも少ない数字にすることもできるよっていう話です。つまりこれ5分の1以上っていうものを、例えば10分の1以上に規約で変更するということも OK ですよっていうことですね。まずこの招集権者の部分、1、2、3、4つのポイント、これは絶対に頭に入れておいてください。で、続いて手続きですね。集会の招集手続きについての内容に入ってきます。ここも4つポイントがあります。まずこの集会の招集については、
開日より少なくとも1週間前までに招集通知をしてくださいね、というふうなルールになっています。この開日っていうのは集会の開催日ですね。この集会を行う日の少なくとも1週間前までに招集通知をしなければなりません。遅くとも1週間前までには通知をしてくださいね。つまり2週間前に通知するのは OK です。もちろん3週間前に招集通知をするのも OK ですっていうことですね。で、例外的に立て替え決議をするための集会の場合です。集会っていうのはいろんな決め事をするわけなんですけども、このマンション自体を建て替える、この建て替えについて話し合いをする場合は、これは考える時間皆さん必要ですよね。もう一番重大なことじゃないですか、マンションの建て替えって。だからこの場合はちょっと1週間前では遅すぎるから、2ヶ月前までに招集の通知をしてくださいね、というふうなルールになっております。で、この初めにお伝えをしたこの1週間前の1週間、これについては規約で長くしたり短くしたりすることができます。つまりこの1週間前っていうのを長くして、例えば2週間前までに招集通知をしましょうというふうに規約で定めても OK ですし、また短くする、例えば3日前までに招集通知をすればいいですよみたいな感じで短くするのも OK。 ただ建て替え決議のこの2ヶ月、これについては規約で長くすることはできるんですけども、短くすることはできません。つまりこれを規約で1ヶ月前までに招集通知すればいいですよとかっていうのは、これはダメですよ。きちんと最低でも2ヶ月間は区分所有者に対して考える時間を与えなければなりませんという話です。だからこれ規約で伸ばすっていうのはいいんですよ。3ヶ月前までに通知してくださいというふうに規約を変更するっていうのは OK なんですね。伸ばす分にはいいんですけども、短くするってことはできませんので、ここも注意しておくといいと思います。で、この招集通知の話なんですけども、区分所有者全員の同意があるときはこの招集の通知いりません、不要になります。まあこれ大きなマンションだとあまりないんですけども、ちっちゃなマンションだった場合、例えば区分所有者の数が、まあ、数十人ぐらいかな、まあ、20〜30人とか、まあ、それぐらいの少ない人数であれば、全員の同意取ることって比較的簡単なんですよね。まあ、回覧板とかバッて回しちゃって、同意を取っちゃえば、それで OK だから、意外と簡単なんですよ。だからそういった場合っていうのは、招集の通知はいりませんよ、っていう話です。もう大きなマンションになってくると、まあ、なかなか回覧板回すにしても、めちゃめちゃ時間かかっちゃうので、なかなか大変なんですね。だからまあそういったところは招集通知をする場合が多いですけども、まあ、少ない人数であれば、そういった回覧板とかで同意を得て、で、集会を行うということも可能ですと、まあ、いう話です。これが集会における招集権者と招集手続きの話になります。8個ポイントがありました。4つ。すべて重要な内容なんで、すべてですね、頭に入れてください。試験でも問われやすい部分です。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。